カワポンです。成蹊大学の文系学部の偏差値と4年間の倍率の推移になります。偏差値は河合塾の2024年5月現在の数字です。倍率の赤枠は4倍を超える高めのところになります。偏差値については55のところが多めです。文学部がやや低めになっています。倍率は経営学部と経済学部は例年高めになっています。文学部は3倍を切るところも多くなっています。法学部は法律学科と政治学科で少し差が出ているようですね。参考にしてください。さようなら。